アルビノの黒人の小人の肌の色は黒からほとんど無色まで様々である。これは肌に含まれる色素のメラニンの量によって決定される。これは遺伝的要因もあれば後天的な要因もある。髪の色と同様にユーメラニンとフェオメラニンの二つのメラニンが肌色を決定する。肌のメラニンは太陽光などに含まれる紫外線を受け日焼けにより沈着する。 濃い肌の色は紫外線を遮断する。それによって肌が炎症を起こしたり皮膚癌になるのを防ぐ。日差しの強い赤道直下の人種の肌は先天的に黒く高緯度になるほど薄くなっていく。ただし皮膚癌で死ぬのは中年以降であり大きな唐圧にならないと考えられている。肌色の違いの原因と考えられているものはビタミン D である。ビタミン D は 紫外線を浴びることで体内で合成される。紫外線量の少ない地域に進出した人類の祖先がビタミン D 欠乏症によって淘汰されたことが肌の色の多様性の原因であると考えられる。紫外線からの防御とビタミン D 合成を両立するため皮膚の細胞が日照量に応じて随時メラニン色素を合成し肌の色を変化させている。 中間的な色合いのモンゴロイドでその仕組みが分かりやすい。色素の合成が間に合わない場合や、先天的に働きが弱い人は、皮膚がただれて炎症を起こすので、日焼け止めや皮膚で防御する必要がある。フェリックス・フォンラジョによる、肌の色のカラーチャート各国の先住民の皮膚色を分配したマップ肌の色と人種を関連付けて語ることは、人種差別につながりやすいことから、 デリケートな議論である。肌の色は、実際の居住地域の環境の影響を受けるために、肌の色や風貌によって、集団間の遺伝的距離を測ることはできないとされる。しかし実際は、同じ色でも人種によって、濃淡の差異がある。例えばモンゴロイドである、アメリカ先住民は、赤道域においても、ネグロイドやオーストラロイドほど黒化色にならない。 アボリジニは比較的中緯度においても皮膚色が薄くならない。これらは適応のみならず、皮膚の色が遺伝的にも支配されていることを示唆している。また、原生人類の祖先は、ネグロイドのような黒か色の皮膚を持っており、デアフリカ後、ユーラシアにおいて、モンゴロイドとコーカソイドが独立に皮膚を白色化させたと考えられ、 両人種における肌を白色化させる遺伝子は異なると推定されている。なお、フェリックス・フォンラジョによる肌の色のカラーチャートのスケールに対応したフィッツパトリックのスキンタイプが考案されており、それによる肌の色のタイプ分けとお,およその人区分を書きに示す。パーソナルカラーとは、もともとアメリカから日本に伝わった考え方であり、服飾や化粧についてその人に似合う、 色の範囲を4シーズン、春、夏、秋、冬のグループに分け、その中から自分に似合う色のグループを見つけるというものである。肌の色は青みのあるブルーベースと黄身よりなイエローベースの主に2つのタイプに分類される。なお、人種構成はブルーベースは白色人種に多く、イエローベースは黄色人種に多い。ありがとうございます。